セマちゃん何も言わんかったな。だからメイクしてんのにさ、ちょっとここダマになってるみたいな感じで、ダマになってるんですね。どうする？もっと下でいいで、これ。この辺でいい。分かれへんの聞かないかな。この辺でいい。セマちゃんが切れたぞとか言うてくれへんから、なんか恥ずかしい配信やったやんな。5分間ぐらい。なんで恋もうてんのに切れてんの。延長こっかりへん。いや、さっき終わってん。食べたの。え、なんでキャンセルだ。こっちの眉毛間違ってんけど、嫁がそっち間違ったか。あ、こっちを間違った。一緒やろ、もう大丈夫や。手が塗ったろか、赤く、酔っ払いっぽくなるから。酔っ払ってるフリやから。お酒飲んで配信なんかしないんだから。あんまりしか残ってない。あれでもあんたの肌いっぱいあったんな。赤くなれへん。もうもともと赤いから、もともと赤いからそんなに赤くなるの。酒が塗ったらこれお手もやみたいなんで。あ、ちょっと赤いか。ちょっと赤くなった。いや、ちょっと赤くなったんじゃない。可愛くなった。クリティー工事になった。気持ちよくないこれな。真ん中に線入ってる。どこの？あ、そこ。痛いやないか。私の手も痛いわ。うん、そこに私、あれ入れてたのは。ギューン、ギューン。香ってるってどっか。目の上は線ないの。下だけ上はないの。下はだってクマよ。目の上キラキラさせたらか。まつげ、まつげビューラーであげたらか。以上ありません。歌舞伎や。歌舞伎えもん。歌舞伎懐かしいや。歌舞伎えもんなって。以上ありません。伸びんの、ここまでやってもよ。やべえ。神どもが。ボケが。これ、このまま外行ったのか。このまま外行ったのか。現場行ったのか、このまま。工事現場行ったのか、このまま。遅れました！口元、口の周り書きすぎやろ、ほんと。いや、眉毛やばい。眉毛やばい。なんか違う生き物になってる。宮迫でもないで、これ。こっちで見たらもう…こっちで見たらもうちょっと多いね。久しぶりにこれでチャーリーのマクドスルー行く、あの、ドライブスルー行く。お客様、自転車でのマクスルドライブスルーのご利用はっていう。罰ゲームですねんっていう。お前こないだも来てないやつ、来たやつやないかい言われる。罰ゲームですねん。なんかで負けたんですか。人生で負けてますっていうの。また加盟していって、加盟とるわごめんなって言ってその顔になっちゃう。仮面してるしてないではない。チャリンコで来るなっつってんの。だから仮面ごめんなって言ってその顔出てきたらもうちょっとびっくりするよね。メイクしてんの？
それも何も言えへんな、君らは。ほんまに見てんのこれ。これ見てるやつおんのもん。読み上げあらん。コメントないもん。別にこれチンチンを毎日鳴らしてないから、これ別に毎日鳴らしてるわけちゃうから。これ鳴らしたん半年、1年半ぶりぐらいちゃう。そっちでいいの、本物のチンチンいらんの。ああ、お前な、南妙法蓮華経言うだろうか、お前ら。あれ持ってきちゃうか。南妙法蓮華経言うだろうか、久しぶりに。もう全然読まれへんで、今日言うとくけど、長いこと読んでへんで。お題目は南無妙法蓮華経を言うだけやからよ。あの教本読まれへんよ、未だに読まれへん。そういえば昨日おととい電話あったわ、学会のおばちゃんから。ああ寝てたけど、寝てたから出てないけど。また座談会ちゃう。座談会行く。座談会行ってもおもんないねん。もうほんまのおじいちゃんおばあちゃんが言ってたかって、なんかコロナ禍で集まるなよ。コロナやねんか、集まるなよ。マジで帰ったわ。帰ったわ。この顔で行く。え、どないしはったん、やめますのに言われてた。ごめん、もうさ、たぶんそっちのどっかにあるわ。はい、私の笑ってんの。これ右が2やったら左が2やったらもう忘れたよ。もう全然何一つ覚えてないわ。棒どこ行ったの。棒どっか、その左上のどっか、今の日入ってたとことか、その辺とかっていうの。あ、うまい。でも飛んでも金になんねえしな。今って収益化されてても金になんないでしょ、これ。南無妙法蓮華経、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 南無妙法蓮華経。妙法蓮華経法弁本第二二十尊十三万安城二義五舎利五舎利仏勝仏家人事無料護衛自問者。誰がお手もやんやん。誰がお手もやんやねん。男前はおるけどお手もやんはおらんやろ。こんな男前、キャス1の男前ちゃうか。ああ、ツイキャス1の男前、これなんかもう、どっかのね、あのあれよ、あのほら、サムネにしないと。俺これ、おすすめ出てる、キャス。おすすめ規制かな、キャスって。もう長いことやってんかわからんわ、まあ、ね、おすすめなんてね、今、ミズニャンが一番上におるぐらいで、あと知らんやつばっかりやねんけど。知らんやつばっかりやねんけど、俺出てる俺どこどこおんの。うわ、下の方行っても全然出てけへんな。これ自分で自分っておすすめってわかんの。出てないわ、おすすめに。まずおすすめに載ってないわ。これカテゴリーおっさんやったかな。カテゴリーおっさん。おっさん、おっさん、これ。おっさん60人もおんの、今、キャス。どんだけ暇やねん、おっさん。おっさん年中、俺おるで、おい。顔半分、上半分しか映ってないよ。こんなもんあかん、こんなもん人来るわけねえ。インパクト強いよ、インパクトが。インパクト強い。あー、ガヤコさん拍手入れる。南無妙法蓮華経、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 南無妙法
田さん、今夜は何秒、俺営業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 。ナム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 ナわ、渡る TV、あ、俺、あの、知り合いにさ、あの、2、3人やけど、もう、ぶっちゃけ言ったのよ。あの、配信やってるとか、あの、ふわっちばんなったとか、YouTube やってるとか、あの、Twitter 見てる、Twitter 見てるかな、三谷くん、渡る TV? あ、ほんで、周りのやつに、今、あの、生配信せえとか、YouTube チャンネル作れとか、もうめっちゃそそのかしてんねん。で、そいつら、その人らも、チャンネル作って、ね、で、うちのチャンネルからと相互に行って、ね、誰かが儲かったらそこで売名しよう作戦。誰か儲かってくれへんかな、マジで。誰か儲かれへんかな。もう一般人みんな巻き込んでてるからな、俺言うとくけど。いや、俺も一般人やし。僕、ただの警備員です。私はね、私はただの警備員です。いただきまけ!だけカメラが近すぎるわ、ドアップやわ、うん、17とショールームはええ感じ、いじゃねえって言ったら声、あの、見事に入っとるけど、ね、キャスだけ画面ドアップで、これ何の格好してるかも分からへん。一応ね、一応仕事着です。仕事着です。いじゃねえ。昨日も、夜勤のね、危ない、廃墟みたいなね、あの怖い病院の夜勤警備って言ってんけど、あの途中で、あのナースセンターに、あの途中報告行かなあかんのよ。途中報告というか、報告をね、声かけ行かなあかんの。ナースステーションっても男やで。男性病棟の男の看護婦のナースステーションのところに報告行かなあかんねんけど。いやません!ちゃんと言うてるからな、俺。マジで。あ、ご苦労様です。キリです。いやません!大概笑い取れるで、これ。これ、大概現場でも笑い取れるから、いやません!って言ったら。同じ同僚の前でも、俺、この格好で、あ、この格好で別にこの顔じゃない。普通のこの格好で、じゃあ、今日も行ってきますわ。って。いやだっつったら、大概みんな笑うで。同じ警備員でも笑うからな、これ言うとくけど。俺、これ撮影して YouTuber なのかな、つって。イメージあるなっつったら、大概笑うとるから。うん、あ、恋愛室とか幽霊配信じゃあ、ほんまに同じ職場の人が何年もやってて恋愛室使用中1回もないのに、俺すでに1年経ってないのに、もう4回あんねんけど。出来たてほやほやの恋愛、1巡目折れへんかったの、2巡目行ったら使用中になってる。出来たてほやほやないか。さっきストレッチャー動いとったな、思ったら、君か、君か、とうとう来た、ここ、いらっしゃい、出来たてやな、もうね、ほんで、病院やから、うめき声とか聞こえるのよね、入院患者さんのうめき声とか、うーとか、うわーとか声聞こえんのよ。で、ちょっと言ってる人もおるやんか、うわーとか言ってんのよ。で、鉄道がガー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 叩いてんのよ。ね、そんな中、警備してるから、夜中の2時、3時よ。ガーガー、うわー、うえーとか、異常ないんか、どれが異常か分かれへんわ。これが通常か、どれが異常か分かれへんわ、そんなもん。ね、マジで。で、さっき閉めたはずの扉、また開いてったりすんのよね。病院ちゃんと閉めてみたいな。で、マスターキー預かってマスターキー閉めんねんけど、さっき閉めてんけどな。ただもう配信とかそんなレベルじゃない。もう楽しすぎて、もう配信とかもうどうでもいい。楽しすぎて現場が、もうね、やめれないよ。人によっちゃね、お化け怖いとかそんなね、ビクビクする人だはこの仕事無理かもやけど、そういうのがね、おっくじゃない、なんかこう、なんかけんかなって思ってる人って、この仕事辞めれなくなるね。
もう来てんのか、聞こえていい声なのか、聞こえてはいけない声が聞こえたのかすら分からへん状況の中で、ね、いつ暴漢が襲ってくるかも分からへんような状態の中で、ね、ネリネリネリライト、こんなちっこいライト1本で、ネリ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 現場回ってね、あのマスター機で扉開けて、ガチャガチャガチャ、ガンガンガンって、あの戸締まりできているかどうか確認しながらね、真っ暗の中は、で、ひたすら真っ暗やからな、言うとくけど。来客と、なんだ、来客、なんていうの？え？来客、違うな。はい、いらっしゃい。来客じゃない、なんていうの？ 俺、今日朝言うてたのに、もう忘れたわ。患者が来るところね。外来等の、外来の受付なんて夜真っ暗なのよ。何事したか忘れたわ。そこでガチャンとかガチャンとか聞こえるしな、もう病、なんかもう便所の中もなんかも怖いしね、電気切れてるしね、そんな中一人ぼっちよ、一人ぼっちでちょこ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 って飛びでガチャンガーギーガーンとか言いながら、で、回った証拠を残すために、こんなね、タイマーを持って、それを回さなあかんのに、そこに行った15本ぐらい鍵があるのかな、その施設の中、それを行ったところで、一個一個打刻せなあかんねんけど、もうそれの音なのか、俺の制服が擦れた音なのか、患者のうめき声なのか、聞こえてはいけない声なのか、全く分からへん中で、真っ暗、ライト1本、ライト、俺、どこ、今日ライト持ってたかな、ライト持ってたんちゃうかな。このライト、このライト1本で回ってんのよ、このライト。結構明るいの、これ。結構明るいでしょ、これ。結構明るいよ。このライト1本で、どんだけ明るいかっていうのをね、やるとね、どんだけ明るいかっていうと、これパソコンの画面明るいな。こんなぐらい明るいの。こんなぐらい明るいけど、このライト1本で、ね、廃墟みたいに病院の中はね、でん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 でガチャン、キーガーン、で、打刻機をカリ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 、ガチャガチャガチャ。ほら、静かなやつで、シュ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 、なんか擦れた音なのか、なんかの音なのか分かれへん。そんな中をまたネリネリネリ歩いて扉開けない、ギーガチャガチャガーン。 扉カチャカチャって開けて、でね、だこきカリ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 回してたら、遠くから、うー うーガ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 ーンって。そんな中よ、年がら年中、春夏秋冬関係なし、ね、天気が良かろうが悪かろうが、こんな猫の鳴き声とか、わーって聞こえてくるし、やばいで。ほら、ついさっきまで1巡目の時は、ね、使用されてなかった恋愛室が2巡目になると使われちゃってんのよ。いらっしゃい。ちょっと来た。ちょっと来た。いらっしゃい。何年もやってはる人が恋愛室まだ使用中見たことないの。俺4回見てんねん。4回ってまた。4とかやめろよ。4とか9とかよ。4とか、42とか。だから、報告書が来るときも、22時42分終了とか、俺絶対書けへん。もう怖いから。それはさすがに、縁起が悪いから。うん。22時42分やったら、22時43分終了しとこう。42は縁起悪いやろ。22時42分到着とかやったらね。22時43分到着。こんだけやって、ね、ねりねりねり、40、大体1時間前後かかるのよ、1個のぐるぐる回んの。1時間かかるのよ。で、1公演のやつは1時間、もう、ま、もう20、回るだけで20分、30分、もうどんだけ粘っても30分で終わってまうから、残り30分何するかって言ったら、ライトの電気の下にね、立っとくのよ。立証っていうの、警備業界で立証っていうねんけど、立っとかなあかんの、じーっと、ぼーっと。まあ、病棟回る方が1時間、公園で立ってんのが1時間、ね。1時間、1時間で。で、移動が、まあ、片道30分だから往復1時間。これをワンツー、ワンツーで2セットするのよ。で、一晩中で。だいたい夜の9時から始めたら、明け方の、まあ、遅くても4時には終わんねんけどね。早かったら2時台で終わってまうんだけど。
給料1200円。あ、9時台はまだ時給1000円やな。10時からが時給1200円。でも早終わっちゃうから、早終わってまうけど、一応ね、保証時間が11時間ぐらいだから、10時間か11時間ぐらいだから、早終わらしたもん勝ちやけど、やばい、やめられ学生。昨日も声出たって言ったら、中学生がね、球技してあかんとこでボール遊びして、スケボーもあかんのに、3人中1人がスケボー、2人がボール遊びしとんねん。もうええ加減にせよお前ら。もう最初はあの警備の格好でうろうろしててね、でライト当ててこうやってやってたけど、やめへんから、もうしゃあないな、こいつらまで近寄ってって、ごめん自分らそれ両方ともアウトやわ。ごめん両方ともアウトやわ。いや普段やったら、まあ、あの人見て声かけるけど、あーもうボール遊びダメですよとか、ね、スケートボードやめてくださいとか言うけど、もうやる気満々やったから俺昨日。ごめん、それ、両方ともアウトやわ。何の子か、そうか、中学生やった。まあ、どこ行っても遊ばれへんな。兄ちゃん、兄ちゃん、ええやん、もう人来たらやめるから、ええやん、兄ちゃん。何兄ちゃん呼んでくれるのか。兄ちゃんか、お父さん、お母さん、いくつや。40なんか。じゃあなんか上やわ。我が息子より若いやつ、俺ら一人目の子供20、もう何歳、22かで、下の子が、15ぐらいかね。それよりもまだ若い子にね、兄ちゃん、兄ちゃん警備員だ、兄ちゃんって言われてバカにされて、言うことも聞いてもなくて、でボーラーで遊んでたら、もうひたすら蹴りまくって壁にボーラーあったりとかして遊んでて、もう注意してんのに注意になれへん。だもうそれ注意したって無駄。あの子あんなアホなクソだけど注意するだけ無駄だから、もうじーっと立って、もうずーっと見とくだけ。ほんな物分かりのいい3人中の1人の子が、もうやめとけって言うから、もうじーっと待ってて、もうそれでも3人が反抗してきたら、もう110番や。即110番。俺一番最初110番したもん。行っていきなり110番したもん。行っていきなり、あのボール遊びしとって、何しとったんか、あ、なんか騒いでたんかな、あ、もうちょっと静かにしてくださいね、とか、わーわーわー言い出して、服脱ぎ出して暴れ出したから、もう速攻で110番して、あの、一人裸になってますけど、言ったら、もうパトカー1台と、バイクが3台ぐらい来たんかな、チャリンコうわー来て、10人ぐらいうわー来て、もうその頃にはそのクソけどもおらんかったけど、君たちね、警備員に期待すんなよ、マジで。お前らを守るためにいるんじゃねえんだよ、おっちゃんらは。やっとあれなんだよ、こっちは。てめえの守ってんじゃねえんだよ。施設守ってんだよ。建物守ってんだよ。てめえだが俺さしねえか守ってんだよ。だから。で、警備員なんて、人守らないから。自分守るから。まず。第一優先は我が身。次の次ぐらいに通報。そんなもん犯人取り押さえようなんておれへんから、そんな。なんで嫁が夜勤、嫁買い物行ったら。警備員はね、この格好でそこにおって見とんな、ややこしいやつ見とんなって思わせんのが仕事やから。警備員さん守ってくれると思ったら大間違いで、君が言うとけど、おめえらなんか絶対守んねえからな、この野郎。ネタで嫁が夜勤ということにします。嫁が乃木坂の制服着て夜勤に行ったことにする。嫁がデリヘルで働いてるネタにする。嫁はデリヘル嬢って、もうそういう設定で行っちゃう。もうそうなったら、それこそっちの方が数字取れっかな、マジで。いやもう45円に落ちたかな、今日の収益。さっきまで50円あったのに。やっぱ西成動画は最高やな。西成行っただけの動画上げるだけである程度アクセスあるからね、見られるから、ね、YouTube 動画。これから YouTube する人に教えてあげようか。まあ大阪の人限定になっちゃうけど、これから大阪の限定、関西の限定。そうかのできる人じゃない。
まあその地域地域にそういうところがあると思うからね、大阪の場合を言うと、大阪の YouTuber はとりあえずチャンネル開けたら、ね、西成行って飛び田新地と愛林地区を移して、その動画上げとくだけでチャリンチャリンやる。あのチャンネル登録者1000人になるまではそれで頑張れ。あの西成とか飛び田新地で検索したらいろんな YouTuber 出てくるな。20人とか50人とか300人とか、まあまあ、はてはね、何万人の登録者の YouTuber もおるけど、200人とか40人とかで、ようそんな危険なことすんな。俺1000人、俺一応収益化できてっから、ね。まあ、まあ、ちょっと、まあ、行ってみようかと思って、西成行くけど、あんなチャンネル登録20人しかおれへん。あれよ、でもそれが一番、まあ、成功法かもな。だからこれからね、YouTube 始める人は、とりあえず、ね、西成へ行け。大阪西成、スラム街、暴動。そんな動画をね、あの、愛林地区に撮って、おっさんに絡まりながら撮ってたら、とりあえずそれでバズれる。で、そのうち、西成の、あの、例えばやけど、ジョーブログとか、ね、たまたま来ていた、ね、リーさんとかに会えるから、あと、竹谷師匠とかに会えるから、ね。それでそこで売名するしかないね。まあ、向こう売名してくれへんやろけど。売名してくれへんから、あの、取って、うつぎ込んだことにして、ね。竹谷師匠を見つけた。ジョーブログがいた。あの、有名な YouTuber たちはね、君らなんて売名させてくんねえからな、言うとくけど。動画ではええこと言うてっか知らんけど、ね。実際、ね、そんなんしたって売名させてくんないから。スーツくんだってそうでしょ。ね。ラファエルだってね、ヘズマリュウがあんなやったからね、ちょっと映り込みはできたけど、相手してくんないでしょ。してくんないから。逆に訴えられるだけだから、賛否だから。こんだけやってもショールームと一緒にコメントないです。やばない。どうやったら儲かんのじゃん。17とかショールームって、じゃあどうやったら儲かんの君だろ。お経を唱えたらくれんのか、相手もや。まあ、キャスは期待してへんからいい。キャスは期待してへんからいい。ふわっちはよかったな。永久版やけど。俺、永久版だからもうできないけど。ちょろかったわ。ちょろかった。ちょっとチッ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 って言ってくだけで、ね。アイテムピョンピョンピョン飛んで、アイテムリートゥー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 、スーって言っただけで。あんな楽な配信サイトないわ。ネタいらん。コメント読んで、アイテムが飛んで、アイテムリートゥー、言ってくだけで。その時に、ヘニビリスヘニビリスって言うだけで、はぁ、なんでバンになったんやろな。なんでバンになった。何したん、何をしたんや。猫も泣いてるわ。はよ、これ目だんだんなんか上取れてきてな、やばな。歌舞伎ええもん。歌舞伎です。そんなやつおらんかった。そんなやつおったな。なんか、ござったかなんか、ござるーかなんか。ござるもう本家おらんから使ったらええんちゃうんだけど、夜勤連勤警備員さん YouTuber、 夜勤連勤警備員さん YouTuber。 どうしよう、これ知り合い見てんねんけど、マジリアル知り合いが見てんねんけど、俺恥ずかしくて会えないわ。電話してくんなよ。だから現場でおったら俺なんて言おう、何してんすかって言われた。え、配信配信こんだけやっても稼げませんこんだけやっても日給40円です YouTube やばいな40円とこだね、60円70円ぐらいかな。
YouTube が今に月給2000円せめて2万になれよ。普通20万や。これ100倍にせなあかん。やばいな。え？サインくれ言われるかな。でも そいつらにも YouTube やりとか配信やりとかそそのかしてっからね、俺 LINE で。なんかナイスかみたいなこと言うよ。あ、そっちやったよね。俺 A 番やけど、俺 A 番やけど、A 番って何すか、 A 級番。見ることすら許されねえけど。見ることすら許されねえけど。他の配信者ってこんなことで、ね、月200万ぐらい持てんねん。こんなしょうもないこと。何のさ、これ。これ何のさ？いや、やってること変われへんやん、対して。対して他のやつとやってること変われへんのに、なんで、どこで差が出た？生まれ持ってのもんか。親のスペックか。え？いや、見るのもできへんで、俺。このパソコンから見れません。このスマホから見れません。アプリをアンインストールして、もう一回入れ直しても見られへんかった。なんで？ IP 版ですか？なんやったら何か登録しようもんならもう即アウト。これもおもろい。いやでもこれおもろなかったら他の配信おもんないやろ。だっていやこれが面白くなかったら他のふわっちツイキャス、ニコ生、17ショールームおもんないやろ。これよりおもろいやつおる。でもこれよりおもろいやつが実際稼げてて、こんだけやってるね、我が輩はやな、ノーアイテムやで。ノー課金やで。やばない。まあ、ええねんけど、もう、俺、ごめん、別に施しは受けないから。ヒライザー。ヒライザー。施し受けないから。あんな中学生か高校生かわけもわからん、ピンク色のカツラかぶって椅子座ってるだけで40万円。やばな。ウェブから見られへんで。このパソコンから見れませんみたいなんで。だパソコンは特になんかログインしてんのか、アカウントがどうのって。アカウントって何？ログインしてませんけどみたいな。何したって無理。だからもう見ない。でも見なくなってせいせいしたけどね。まあ逆に自分も配信せんだったけど。あの時は病的やったから、ね。あれやったけど。まあ、別に配信せんでも食っていけるもん。配信しないと食っていけないわけじゃないから。あ、こんなん趣味趣味。遊び、お遊びお遊び。これお遊びでお金もらえんだったら、まぁちょっと力入れてやろうか、ぐらいな。まぁまぁ、週に1回ぐらいやってやろうか、ぐらいな。別にお遊びじゃない。そんなことよりもこんなくだらないものをね、YouTube に上げとくだけでね、ゼロではないから。マイナスにはならんから。1円も稼げない動画が中には、それはないか。あ、でも広告つけへん動画がたまにあるから。うん、まあ、でも10回再生されたら1円なわけでしょ。いや、上げとけ、10回は再生されるだろう、うん。なんか知らんけど。だって車で走るだけの動画上げるだけで2、30回は再生されるで。なんか知らんけど、140回とか再生されてんで。なんの期限か知らんけど。わけわからんくない？なんかわけわからんけど、なんか機嫌が良かったら140回ぐらい再生されて、機嫌悪くてもね、10回、20回再生されるから、1円、2円はチャリンチャリン。うまいこといけば10円、20円チャリンチャリン。なんか汚いな。それを見たら見れるの。これでも17やから後で見るわ。今スマホが使えないわ。パソコンでは見られんの、それ。パソコン。あ、パソコンで LINE ログインしたらいいんかな。俺ラインログインしたら、まあ、キャスやったら切れへんか。キャスは外配信向いてないから嫌なのよな。キャスで外配信したらプチ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 、あ、なんかもうめんどくさい。これラインログインするのになんか QR 出てきたわ。電話番号ログイン。パスワード
C 版 LINE で登録したユーザーのみが電話番号で送ってきます。メールアドレスまたは QR コードで送ってください。なんだと、これでいけたんちゃう？あー、いけたいけたいけた。なんかアップデート言われた。せっかくログインしたのにアップデートって言われてんけど、これ。やったー。今ログインしたとこやのに。なんでログインできへんねん。なんかログイン手間取ってるで。あ、いけた。あ、いけたいけたいけた。なんか変な写真送られてきてる。なんなん、何これ。あ、フォアッチリアルタイムなんとかって見ると、これ誰かおらん。深夜っちょ見てみる。ほら、不正違反行為等が確認されたため、現在このアカウント会のサービスを、利用を停止していますなど。結局見られへんわ、やっぱパソコンから。やっぱパソコンから見られへんわ、残念ながらね。うちのパソコンからは。もう明らかな、なんかもう修正パネルやん。しかも安い修正やの、安い修正やの。 IP 版やわ、あかんで。だから携帯もスマホもあかんねん。何もかもバンされてんねん。やばない。俺、令和のジャパニーズチャップリン目指そうかな。これ外行って、なんかその辺の人たちにちょっと痛くなる。で、それ YouTube にあげる。イチナーとショールーム頑張れよ、マジで。コメントもないねんけど。めっちゃ見られてんの、これ。え、ショールームってこれめっちゃ見られてる、見られてんの。コメントないで。コメント俺が見方知らんだけ。逮捕される側、マジ逮捕されてまうの。それはあかんの。一応ね、警備員さんだからね、お前さんのね、お世話になるようなことはできないわ。なんかボン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 言うてるんだよ、さっきスマホが。さっきはスマホがブン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 言うてんねんけど、いつの間もショールームもコメントないで、マジで。どういうこと？まあ、これからちょっとずつツイキャス増やしていくわ。暇やから。暇やから、これからちょっとずつツイキャス増やしていくわ。うん。で、ツイキャスをそのまま、YouTube に、YouTube ライブは今やったら恥ずかしいからな。こんな閲覧で YouTube ライブやったら、それこそチャンネル登録減ってまうわ。まずは YouTube のチャンネル登録をね、1万人目指さない。チャンネル登録が3万人ぐらいお試し食えるだろう。チャンネル目指せ、チャンネル登録3万人やな。あとだから、2万8700人ぐらい。道のり遠いわ。チャンネル登録3万人おったら、俺の動画やったら俺飯食えてるわ。俺のね、この、なんて、パフォーマンスがね、みんなに届いてないのがね、悲しい出来事やな。うん、俺のこのパフォーマンスがね、世に知れ渡ると、俺もうこれで自分飯食ってきると思うんだ。うん、そう思うだろ、みたいに君も。バトル TV もそう思わない。
ちょ、君たち知らんけど、これリアルの人だからさ、リアルの知り合いに YouTube しとか、配信しとか、そそかしてる、うん。その子らが人気になったら、俺そこで売名すっから。うん、人気になってくれんかな、誰か。誰かやってくんねえかな、マジで。あー、人気 YouTuber。誰か、誰か売名させてくれよ。誰かよ。誰でもいいわ。もうフワちゃんでも何でもいいわ。ヘライザーでもいいわ。ヘライザーってカタカナで検索してみて、ヘライザー。なんか、ピンク色の髪の毛のね、お姉ちゃん、椅子座って、ね、他の YouTuber 芸能人叩いているだけで月収40万。椅子座ってるだけで40万。編集力とトーク力やね。トーク力じゃない。トーク。ネタ、ネタ。キャラクターかな。編集とキャラクターだけで40万稼げんで、YouTube。夢あるね。俺編集せえへんけど。俺はノー編集でいくから。俺は目指せスーツ組んだから。編集なんかしねえから。撮ったまんま上げるだけ。でも生配信は、煙たがられるけど、YouTube は別に、あ、ちょっとこれ僕だけ撮影させてもらっていいですかねって言ったら、どこでも撮影させて、あ、っていうか、スロットシアター、司会楼のスロットシアター、あそこスロットしかない、スロット専門店やけど、3階行けば、生配信も OK やる。だからこれからね、スロット配信したいやつは、スロットシアター行け。俺はちなみにスロットシアターから広告代持てる。嘘やけど。こんだけ宣伝してねえから、そう、年はなんかちょっと広告代くれよ。せめて設定録打たせてくれよ。今日何番台設定録っすよって俺が言った時だけ教えろよ。ていうか、その設定録を俺のために置いといて。もしくは俺が言ったら設定録に変えて設定変更して。今広告代いらんわ。正しく設定録のジャグラーが打てるなら別に広告代いらねえから。なんとかなんねえ。なんないっすか。なんとかなんないっすか。で、ツイッターで、ハッシュタグスロットシアターで検索してみ、俺のツイートばっかりだから。大概俺のツイートだ。うん、こいつここも儲てんちゃうんって思われるぐらい俺ツイートしてるから。でも、期待値も儲てねえからな。なんだったら負けてきたらな。なやろ。だから、ボロ負けした時も思いっきりツイートしたんねん。今日はクソ台だらけや。クソ点が。お前を老人形にしてやろうか。元のキャラクター分かれへん。元のキャラクター分かれへん。全然とどろきになってない。やばない。腹減った。インスタントラーメンでも作ろうかな。あ。協定買うの忘れてるわ。当たってない？うわ。今何時よ？まだレースやってるわ。まだやってんな。お？大村10レース19時27分。まだ間に合う？ 1日3 6.8 倍しかつけへんやん。5日3526赤になったわ。あ、524も赤い。523でいこうか。523、100円。698倍。これ当たったら、7万円。ジャグラーで負けたお金返ってくるよ。よし。よし、S。当たんねえかな、マジで。競艇の大穴と競馬とか、競馬の三連単の大穴とか、YouTube の動画当てるより難しいよな。絶対そうやろ。もう何した？あ、今日月曜ちゃん。月曜ってことは今日ロト6抽選日か？おい。
キョロト6の抽選日かよ、こんなやつ。キョロト6、1当たったも、1個当たったも、なんもせえへんわ、マジで。もう、引きこもって、週に2日だけなんか警備のバイト行くわ。体生の暇やから。それか、もう、それこそ配信業になるよ。別に27やでって言ってやつ。やばな。まだ30ないねんけど。キャスやるわ。とりあえずキャスをレベル50にしやんことにはもう話ならんだろ。聞いてる君ら、ね。俺のチャンネルラジオじゃねえんだよ。相手もねえんだったらコメントしろよ、この野郎や。17、ショールーム、君たちも、ね。相手もねえんだったらせめてコメントしたら。聞いてるだけ、俺、うちラジオか。法人ラジオか、うちは。うちは夜勤年金、警備員おっさんレイディオか。あー、千葉くん、さーなみゃーれんげーぎゃ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 これがなしこさんのだけやったらもうずーっと流れっぱなしやん、コメント書いてもいいよね、そういうやつがあって、あの人らもうトーク力も何も関係ないやん、なんでそんなに差ができたん、俺となしこちゃんはどこに差があんの、もう今日も1時までやっちゃって、もう寝ないくちゃ、もう寝ないと、もうわはははなんとかさんつってるだけで配信成り立ってんのよ。別になんか自分のことを話すわけでもなく、コメントこうやって読んで、ちょっと相手もらってありがとうとか言ってるだけで、ねえ、フワッチのやつはもうそうでしょ、誰でもできるやん。俺、レベル高くない、ひたすら30分、40分、ずーっと喋ってんのよ、おっさん一人で。ね、夜勤、連勤、警備員おっさん一人でずーっと喋ってんのよ。絶え間なく。コメントもなく。もちろん相手も収益もなく、ひたすら喋って、で陰で何言われてるかって、おもんねーとか、なんかもうアクセスないとか、エッチなカソカソとか言われてる。で配信ってこっちが面白いとかじゃなくて、コメントが面白いかどうかやですやん、ちゃいますの、にちゃんと一緒ですやん。誰かが面白いわけじゃない、コメントとか書き込みとかレスとかが面白いんちゃうの。だからたまにね、定期的にイズニャンとかでも、お前らがそんなんだからもう配信なんかしねえわとか言ってキレてるの、あれゲイだから。怒られんで、ほんま。まんまバラしたら俺怒られんで、ほんま。あんなもんゲイだから。そんなもん一切思ってない。こんなもん、配信やってるやつなんて自分が喋りたいだけやから。配信やってないんて、承認欲求のあるやつが自分を映して、俺ってこうだろ、ああだろっていうのを見てほしい、喋りたい、それだけだから。別にコメントあるってなかったら関係ないと思うで。あと長年やってるかどうか、それだけのさやから。あいつらだって過疎の時は必死に喋ったと思うよ。バズらんかな。バズらんかな、どっか一箇所バズってくれたらな、突破口が見出せない、突破口が。なんかもう YouTube 西成動画でなんとかならんか、なんかならんかな。クソ DM やまほどっていうのは何やねん、これまだ来てんのね。ほんまは明日、明後日仕事やってんけど、見てへんふりしてほっといたら、さっき電話かかってきて、10日11日の仕事の件なんですけど、嘘つくな、お前ここだから10日行ってほしかったやろ。どうでもええねんけど、
どうせ暇だから。8、9、10、11ってどうせ暇で、12日は13日朝からちょっとズームミーティングがあるから、ズームミーティングがあるから夜勤行けないけど、ね。8、9、10、11って暇なのよ。で、まあほんま今日も、朝5時ぐらいに帰ってきて、もう寝てたから、朝一、パチンコ行ってもよかったんけど、なんだかなーと思って。なんだかなーと思って。で、朝からほんま、配信すりゃよかったんけど、なんか、ずっとね、X ビデオ見てたのに夕方になっちゃった。X ビデオ見てたら、ね、気がついたら5時回ってたわ。もう嫁帰ってくるやん、もうええかな。ズームミーティング、この顔、ズームミーティングです。これで、ね、ズームミーティングで、うちのネット止まって、で、この後止まったらどうしよう。ズームミーティングで、音が止まってたらどうする？声だけ聞こえてくるけど、ちょっと動いて、なんか回線おかしいですよ、クス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 みたいな。どうすんだよ、そうなったら。ズームミーティングっても、金払ってるから、お客さんだからね、別に。全然いいんだけど。お客さん側だから、で、固まってても、文句は言われないけど。7時間、6時間ぐらいのズームミーティングで1万5千円取られたわ。やばない。しかも、おっちゃんおばちゃんと喋るだけやで。おっちゃんおばちゃんと喋るだけに1万5千円取られた。それ2つ受けねんけど。もっと安い1万2500円の方に費やがった5時間の短いやつ。もっと失敗したわ。まあええねんけど。まあええねんけど。暇やし。お酒なんか飲んでないよ、言うとっけ。お酒なんか飲んで、配信中にお酒飲むやつって、ルール違反やで。配信をね、お酒に頼るやつってね、違反やで。気ちっちゃいんか、お前ら。酒飲まないよ、喋らんのか。酒飲まない、喋られへんやったら、配信なんてやめちまえよ、この野郎。話面白い。そう。でも世間はそう評価してないよ。見て、この閲覧数。このレベル。もうネット界で、ボクチョンブランダー再現トレーダーブログから始めて10年以上ネット界に君臨してるけど、君臨して、ネット界に君臨して11年目になるけど、見て、この加速具合。閲覧5やで。コメントすべて読まれます。うちの枠。コメントの流れて読めないよ、なんてそんなことは一回もない。一回だけある。一回だけ、フワッチで、100万円の馬券買いに行ったときに、予算超えて、800円になったときはさすがにコメント読まれなかった。ダーってなって、ダーってなって、誰が何言うたかさっぱりわからない。とりあえずみんなうちの枠に売名しに来ていいよって、言ったら、その日の夕方にはもう閲覧2になった。世の中金やな。世の中金やで言うとくけど。金。君たちの人生は生まれた時点で決まっているのである。すべては親のスペックで決まっているのである。残念。金持ちのところに生まれた人たちおめでとう。おめでとう。君たちは何をしても金持ちのまんまだ。逆に、ね、一般ピーポー以下で生まれてきてしまった君たち、残念。努力なんてするだけ無駄だから。48年生きてきて、頑張っても、ね、真面目にしてても、ね、結局警備員。以上ありません。
警備員なんやったら、もっと遊べたよ。もっとふざけた人生を送ってきても、ね、警備員なんて誰でもなれるわ。警備員なんて手が2本、足が2本、下手したら手1本でも足1本でもなれんちゃう、マジで。警備員なんて人間のお人形さんの形してその現場に制服着てそこにおるだけで警備員仕事が成り立つんだから、誰でもなれっから。ましてやそれでも人材不足、人手不足、意味わからんやろ。二十歳そこそこのお姉ちゃん警備員 YouTuber が、ね、月収35万もおてんだってよ。どんな職場なんだよそこ、教えろよ。こっちとら2件掛け持ちしても15万なんだよ、なるほど。まあ、プラス20万円ね。うん、いただくけどね、給付金。この角度やばいな、これ。この角度やばいな、これ別人やで、これ。あの女優みたいじゃない、女優みたいな顔してない、これ。なんていう女優やったっけ、なんか名台詞があったよな、こんな女優、こんな女優おったよな、こんな顔の女優。諦めないでこんな女優おれんかった、諦めないで。やばいやろやばないこんな女優おったよな、諦めないで。でもこんだけ頑張ってもね、閲覧も1も増えないから、うん、5固定かよ。何うちの枠ってこれ 5固定なの、これ以上増えたら誰かが蹴落とされるの、ロケット鉛筆なの、うちの枠って誰かが入ってきたら誰かが追い出されるの、うちの枠。まあこれこのまま YouTube に上がるんだけど、あのうちの番組、うちのチャンネル、うちの配信、ラジオじゃないから、あの聞く配信じゃないよ、内容ないんだから、そんなに、ね、あの見て笑って、そのためにここまでやってるのに、まあコメントしてもし、まあ、したら読まれるし、しなくてもなんとかなるんだけどね、うっさいわ猫吠えたくっとんのやばないやばい、こんなわわいたら近所が何よ、もうあんたは何ですの、ご飯か、もうちょっと待ち、おっかちゃん帰ってくるまで待ちなさい、お腹すいたんだってよ、俺も腹減ってるわ、腹減った、こんだけやっても一旦増えないの、人気出ないの、 YouTube 再生されないの、何の差、マジでどこに差があるのこれ。あ、充電がなくなってきました、充電がなくなったので、とりあえずね、一面やショールームさんもね、あ、こっちももう時間ね、あ、ちょうどいいね、うん、ね、それでね、ありがとうございました、ね、今日もたくさんの閲覧コメントアイテムありがとう、こんなやつおれへんこんなやつおったよな、めっちゃ目ん玉光ってない俺、やばない、コンタクトしないよ、めっちゃ目ん玉光ってない、あの切り抜いてどっかに貼り付けたりするのにやめてください、ね、これをね、画像をどっかで、ね、切り抜いてね、あの雑談たぬきとかね、あ、そういうとこにね、貼り付けたりするのやめてくださいね、本当に。それ、違法です。そのアップロード違法ですよ。あたしはね、あたしは本日